おはようございます。何も変わらない、そんなね6月12日がやってきたと思ったら、大きな変化が私に隠居 TV に訪れました。それはですね、隠居 TV の動画アップロード、それからライブ放送を1週間停止だというふうなね、まるで停学みたいな措置が YouTube から下されました。原因はですね、私が過去に挙げたトランプ大統領のことについての動画がどうもね YouTube にふさわしくないということだったんで、そこに対して、ちょっとね1週間ほど動画アップロードしないでくれと、そしてライブ放送もしないでくれと、で該当のトランプ大統領の動画は削除しとくからみたいな感じになりました。いやーきついですね。でも別のチャンネル、別のアカウントからこうやって放送がお届けできますので、こういうふうな措置を取らせていただきます。まあ、ちょっと多少ね不自由をかける場合があると思いますけども、今回プロダクトローンチというチャンネル、これがね私がね2015年に、プロダクトローンチという会社を作った時に、その会社用のアカウントなんですよね。現在この会社は稼働してませんので YouTube の更新してないわけなんですけども、まあ多少ね動画がアップロードされてるんですよ。まあまあそちらの方はあんまり人気がないんですけどもこちらの方はねまだまだねチャンネル登録者数も300人400人ぐらいで、これを充実させていくというつもりは、まあ、ほとんどなくて、広島市内にお住まいの速稼塾の塾生さん、当時のね2015年度生さんのために作った、まあ、チャンネルだったかなってところでございますんでね。いやでもね、まあ、こんな時でも何かしらのもう措置ができると、なんか放送しようと思えばこういうことができるんだなということでね、一心食らいついても動画のアップロードはやめません。いやでもねやっぱりね、なんかこういうことが人為的にもできちゃうんですよ。例えば特定の誰かのアカウントを潰そうと思ったら、いろんなアカウントを作って、そのいろんなアカウントからこの YouTuber さんは悪いこと言ってますよみたいな感じでね、クレームを YouTube ジャパンに入れると、まあその特定のね YouTube アカウントを削除させることができるかもしれないというふうに言われておりますけどもね、どうなんでしょうね。まあいろいろありますけども、いろいろありますけどもね、何が起きても前に進むしかないかなということでございます。はい、本日は以上です。皆さんもご用心。